さあ今回もですね、ドゥームスタジオさんのチャンネルに遊びに来させていただいてるわけなんですけれども、ちょっとやばいことが起こってそうだぞこれ。はい、こちらサムネイル見てください。はい、スキビディトイレマルチバース39はファイナルパートということでですね、パート5ですよ。39はパート5、これがついに出たんですよね。さ、フューチャーラージークロックマン、お亡くなりになられてませんか？いや、アキシめっちゃ好きなキャラなのに。いや、でもこれはね、ミスリードかもしれない。うん、いやー、悲しませといて実はね、生きてるっていうオチをね、期待してます。簡単に死なない男だと思っておりますということで、なんかダファックブームのところ、なんかあれだったな、ちょっとモザイクかかってましたけれども、さあファイナルエピソード見ていく。激しい戦い、すごいな。いや、もう超能力同士の戦いみたいなね。うわ、すげえ。メールセブンもなんか波動拳みたいなの打ち出したぞ。さあ、うわ、かっこよ。これ時計の力なの？もうフューチャークロックマン。もう何の力なのかよくわかんないよね、メールセブンもフューチャークロックマン。ゾンビ、これはテレポーテーションの副作用ですか？マルチバース来てんじゃん。ゾンビバースだよねこれね。わ、なんか頭痛。やっぱあ、ただじゃ済まないんだな。すげえ、コラボだよねこれね。うわ、ついにゾンビバースの中にクロックマンとかドリルマンとかね、出てきてたけれども、ついに逆もですね。はい、うわ、X18G マンだ、リアル。まあ、あなたはクールです。お前はいい G マンだなみたいな。なへえ、おいおい、タイタンクロックマン、ちょっとやっぱゾンビユニバースっぽい感じになってる。タイタンクロックマン、すごっ、細かい表現が。うわ、噛まれてるよ、大丈夫？ゾンビになっちゃうよ、大丈夫？あ、そっかそっか、戻せるんだよね。おもろいな、センスいいな、やっぱドゥームスタジオさん。お、元の世界に戻る？これは元の世界？タイタンたちがいるけど、これどこだ？ドラゴンボール、ドラゴンボールが過ぎるな。おいおい、その後タイタンじゃん。え、今度はゾンビバースからスキビディウォーズの世界。うーわ、ジーザスだなこれ、やば、すげえすげえ、スキビディウォーズの世界まで、やば。うわ、ソナータイタンかっこいい。ねえ、私の世界に参加したいですか？余裕こいてんな。あれ戻ってきた？でも、もっと他のさ、マルチバース行かないの？ねえ、君は知ってるだろう、私たちは共通の敵がいる。共通の敵？あ！わわわわわわ、やられた。いや、これちょっとあっさりやられすぎでしょ。あっさりやられすぎだから、やっぱこれはね、ミスリード。あ、はい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 、いや、はいはいとか言っちゃったけど、何、魂ってこと？いや、チートすぎるでしょ、フューチャーラージ。私を怒らせましたみたいな、もうジョジョじゃんこれ完全に。てめえは俺を怒らせたみたいな。うわー、またしても、いやー、すげーな。うわ、なんかすごい、まあ、今度はゼノのドラゴンダイブみたいな。うーわ、ちょっといろんなね、はい、世界のね、世界に行ったり、いろんなね、漫画のオマージュみたいなのがね、まあ、なんか分身してる。今度は影分身か。すげー、興奮するわ。やってくれるぜフューチャーラージ。止めた止めた。あ、これさ、タイタンクロックマンと一緒の能力じゃね。なぜ私だけ動けないのか、お前重力使ってんだろみたいな、重力操れんのかみたいな。重力は時間がなければ意味を失う、では時間を止めることができるようになぜ重力を使うのでしょうか。なんか難しいこと言ってんぞ。いやー、強いフューチャーラージ、思ったより。最初のレベルには耐性があったので、私が、そうだよね、ここまで戦えるのは時止めのね、はい、耐性があるんだよね、メールセブンは、ということで、はい、打ち破った。いや、強い、メールセブンも。これ勝負つくの？わ、なんか血みたいなの入ってる。病気持ち？これ命長くない？もしかして。こんなことをするなんて信じられない。ベサニーは生きているわ。あ、知ってんだね、やっぱね。え、生きてんのみたいな。娘ですね、ベサニーってね。メールセブンの。見た未来に基づいて私はこうする。誰かがあなたに嘘をついているとき、あなたはきっと感じることができるでしょう。さあ、教えてください。私は嘘をついてますか？私が嘘をつくとでも真実を全部知っているよ、みたいなね。いや、嘘はつかないな、みたいな。
え、まさかこれ共闘する流れ。彼女の居場所はいつでも追跡できるけど死体に直面するのが怖。あ、そうだよね、娘がさ、実の娘が亡くなってるのが怖くて確認できなかったってことだよね。今からでも遅くない。早速行った、娘の元へ行ったのか。これもうシーペンがね、もうひどいことしてたからな。なんでもないよみたいな。お、アラムクロックマンが、おお、できたよみたいなね。そっかそっか、こいつ時止めのね、能力の影響を受けませんから。やったー、ナイスナイス、アラームクロックマン、いいよ。よーし、これでフューチャーラージクロックマンがね、メール7を追っ払ってくれたおかげで、はい、3体のクロックマンなんかもっとハイタッチとかしろよ喜べよあ、クロックスワイダー来た、よかった無事で。あ、これ帰る流れ。そんな目で見ないでね、だって。いやいやいや、仲良くしろお前ら。うわ、終わり、あっという間、もっと見して。いやー、フューチャーラージ強いしかっこいいし、もうね、アキシ大好きなんですけれども、いやー、一瞬さ、ちょっとヒヤッとしたけれどもさ、いや、こんな簡単に死ぬわけないと思ったけれどもね、いや、まさかの復活方法がね、自分で自分自身を治すみたいなねいや、こいつアルファに勝てるだろ絶対。いや、フューチャーラージアルファと戦っても負けたみたいなこと言ってたけどさ、アルファだとしたら超強くない？本当に。さあ、そしてね、ゾンビーユニバースのね、世界に行ったのがね、いや、すごかったね。究極のコラボだよね。ドゥムスタジオさんのチャンネルでゾンビバースが見れるのもね、また激アツですしね。いやー、これすげーわー。 X18G マンもめちゃめちゃリアルだしね。うん、で、このね、またね、ドゥムスタジオさんが作ったキャラクターとのね、絡みが見れるのが嬉しいということで、ほら、このね、ゾンビタイタンテレビマンもね、めちゃめちゃかっこいいしな。で、この世界でもタイタンクロックマンがね、ちょっと、あ、でもあの世界ってもともとはこのドゥムスタジオさんのチャンネルから来たタイタンクロックマン、あれ、ちょっと脳が混乱してきたぞ。でも、あれどういうことだ。さあ、そしてね、はい、このゾンビユニバースの世界だけじゃなくてですね、はい、スキビディウォーズの世界って言ってたのも印象的だったよね。で、結構ね、ゾンビユニバースのキャラクターはこのメール7とね、フューチャーラージクロックマンにね、ちょっとね、絡んでたけれども、このスキビディウォーズの世界でこのね、はい、フューチャーラージクロックマンたちにね、絡むことはあんまりなかったですね。もう話しかけてたけどね、ここでね、ね、私の世界に来ないみたいな、スカウトみたいなのかけてましたけれどもね、何だったんだみたいなね。いやー、激アツだよこれは本当に。でさ、もうフューチャーラージさ、一体いくつの技持ってんの、そしていくつの能力持ってんの本当さ、もう主人公じゃんマジでいやー、すげえな。これだってさ、アップグレードタイタンクロックマンと似たのような能力だよね。あの剣でさ、こんなような感じのさ、攻撃してたじゃん。いやー、マジでかっこいいわフューチャーラージ。で、メール7ね、やっぱちょっとフューチャーラージには勝てなさそうな感じだよね。で、メール7にさ、娘を助けに行かなくていいのかって言ってね、さ、メール7がもうすぐにですね、飛び立ってましたけれども、いやー、合流してほしいわベサニーと。でね、娘さんと合流したらなんかね、スキビディトイレとね、手を組んで、うん、アルファたちの勢力と戦う気がするんだよね。まあ、共通の敵と戦わなきゃいけないんじゃないのみたいなことフューチャーラージが言ってたしね。で、アラームクロックマンがね、こうやってね、任務を成功させて、アップグレードタイタンクロックマンがね、はい、ついに自由に動けることになったということでね、いや、次のステージ暴れてくれるんじゃないかな、これ。はい、アップグレードタイタンクロックマン。いや、めちゃめちゃ楽しみですね。そしてこの3者のね、関わり、なんかちょっと距離あるのがいいよね仲良し小良しじゃないんだよなそしてね、アキシ、このね、クロックスパイダー大好きなんで、いやー、ほんと無事で良かったということでね、いやー、次の話もめちゃめちゃ楽しみですねこれ。はい、というわけでですね、今回はもう激アツコラボでしたね。もうスキビディウォーズと、そしてね、ゾンビユニバース、そしてね、ドゥムスタジオさんのね、このね、はい、スキビディトイレマルチバースが、もうこうやってね、コラボ、これからもコラボしてほしいですね。いや、引き続きですね、マルチバース40話が出たらですね、リアクションさせていただきたいと思います。それでは今日はこの辺で、またね。